ナマズの動きって、もうめっちゃわかりやすく書いてるね。めっちゃわかりやすく言うと、動いてる、プラス、食べてる。っていう、この2パターンで僕は考えてるんですよね。動いてる、食べてる。で、例えば、5月、6月、7月って、シーズンですよね。シーズンって、動いてるし、食べてるんですよね。こういう時ってルアーってどんなルアーを使ったらいいかって言った時に、これトップでもワームでもどっちでもいけるんですよ。でも動いてるんで、ワームってピンポイント攻めになってくるんで若干向かないんですよね。三角、うわ来たな三角ってやった時に絶対にここはトップが有効になるんですよ。動いてるっていう時はね。動いてるプラス、ここの食べてる。動いてるけど食べてないっていう状態の時あるんですよ。冬に備えて、9月、10月っていうのはむっちゃ食うんですよ。で、多分僕もトップで上げた動画あったと思うんですけど、10月って冬に備えてむっちゃ食うんですよ。で、腹パンパンした状態で11月寒くなるのに備えてめっちゃ食ってるんですよね。ってなると、次寒くなってくると、食わなくなるんですよ。食わなくなるんですよ。この動いてて食わないとき、わ、寒くなってきたなーって、今だから、まあ、まだ泳いでるも見えるじゃないですか。泳いでるも見えるけど、食わない。食わないとき。寒くなったからってみんなこれ、トップに出えへんと思って、ワーム投げたりするんですよ。これ、ワームって、どちらかというと、餌より食わせに特化してるんで、ここに、訴えかけてるんですよね。ワームの釣りって。だから、動いてて食ってない時って、いくらワーム投げても食わないんですよ。食わないんですよ。じゃあ、ここ時何投げるって言ったら、トップなんですよね。ここ。絶対トップの方が釣れる。動いてて、食べてない時。今ね。だから、今の時期って、結構、まだ秋が残ってて食べてるっていうやつやったら、ワームでもいけるんやけど、もう、その、冬、初冬に入ってきてるっていうのは、動いてるけども、食えてないんで、どっちかというとトップ。トップの方が釣れます。まあ、スピナーベイトとかでもいいんですけど、まだ動けてるんでね。逆に、真冬になって、12月、まあ、12月中頃から後半になってくると、食べるっていう行動もしないと、死んじゃうよね。でも、代謝は下がってくる。まあ餌もそこまで必要じゃなくなるんやけど、それでも食べなきゃいけないっていう瞬間ってあるよ。じゃあ、省エネでエネルギーを補給しようとするんですよ。じゃあ、動けてない。動けてないけど、食ってる。食ってる。ってなった時は、これ、トップに反応しないんですよ。トップに反応しなくなるんですよ。その代わり、食わせに特化するんで、これ、ワームが強くなるんですよ、この時って。で、ほんまに冬の冬で寒くて食うタイミングもあった、で、動けてない。まあ、両方動いてません。両方動いてませんっていう時があります。こういう時って、この理屈でいくと、ワームも、トップも、釣れないんですよ。これ分かりますよね。これも分かり、これは分かると思うんですけども、ここに実は裏技があるんです。このトップが使えない、動いてない二つのところを無理に使わせる方法っていうんが、聞いたことあるんですよね。リアクション。リアクションバイトです。ここでリアクションを発生させると、実は動いてない場合でも口を使うことがあるんですよ。ここ。動いてなくて、まあ、食えてないとワームでもいいんやけど、動いてなくて食えてないって時は、リアクションでしか出せないんで、そういう時は、バイブレーションになってきます。ほんまにボトムを、ブルブル、ブルブル、ブルブルってやったで、手、目の前を通った時にビックスパッて食うんですよ。後半のね、動けてない。動けてないっていうところでは、エリア選択がすごい大事なんですよ。
例えば、ここがボトム。これナマズ。これナマズとして、ここがボトムとするじゃん。なったときに、水深どれだけあるってなったときに、1メーターぐらいあります。ってなると、これトップ通します。動けてないんで、食わんすよ。これ。いくら通しても食わんすよ。いくら通しても食わないです。ってときに、例えばバイブレーションだった場合で、ピューって落とすじゃないですか。ブルブル。ブルブル。水深これぐらいね。ブルブル。ブルブル。って言って、ここを通った瞬間に、うわってびっくりして食うんです。食うというか、何してんねんってバーンってタックルしたりとか、ちょっと加えるっていうようなことをするんですよ。バイトじゃなくて、やめろよっていう威嚇をするんですね。だから、バイブレーションで釣れる。で、そういう、僕は大体、冬場はバイブレーションで釣ったりとかするんですけど、僕の過去の動画とか見てくれたら、なんか背中にかかったりとかもするんですよ。もう、うわーってするんで、ぐわーってするんで、もうやめろーってするんで、ここで引っかからず、反転した時に尻尾に引っかかったりとか、体に引っかかったりとかするんですよ。そういう釣れ方がし始めると、結構動けてないんだなって、思います。トップでやっぱり釣りたいよ。俺はナマズはトップしかしないんだっていうこだわりのある人は、オフシーズンにはなるっちゃうかもしれないですけど、水深の浅いとこ。水深30センチぐらいの用水路。行って、真上をトップで通してください。真上トップで通してください。これバイトあります。これ同じです。だバイブレーションと同じ理由。リアクションバイト。真上を、水面の真上を通るんで、リアクションでこれこいつがバッてバイトします。なので、真冬トップで釣りたいという人は、水深が浅い。要するに浅いところっていうのが一番釣れます。冬はね。で、結構寒くて釣れないって思ってしまったりとか、こんだけ寒かったら釣れやんわって思うかもしれないですけど、真冬でも夜の方が釣れます。夜の方が釣れます。僕、去年かな、今年かな、川行った時、浅いところはもうね、流れのあんまりないところはもうね、凍ってたんですよ。カッチカチに凍ってたんですよ。で、スピナーベイド投げても用水路行ったら、スピナーベイドがその、こう、水面の上にカーンって乗るぐらい凍ってたんですよ。そういうぐらい凍ってたとしても、夜は、ナマズはトップに反応したりします。その流れがあって、水が凍ってないところにトップを通したら釣れることあるんで、結構みんなね、こう、ナマズはその冬になったら全然動いてないって思う人多いんですけど、意外と釣れます。意外と釣れます。釣れた。フォールをちょっとゆっくりしたら正解やったね。やったね。やっと食わした。